クリスティアン・ゴールドバッハ、クリスティアン・ゴールドバッハは、プロイセン出身の数学者である。ゴールドバッハの予想でその名が知られる。ブランデンブルク・プロイセンの一部であるプロイセンの首都、ケーニヒスベルクで牧師の子として生まれた。王立アルベルトゥス大学で法学と数学を学んだ。大学卒業後の1710年から1724年に、かけて、ドイツ・イギリス・オランダ・イタリア・フランスに留学し、 ライプニッツ・オイラー・ベルヌーイといった有名な数学者に面会した。ケーニヒスベルクに戻り、ゲオルク・ベルンハルト・ビルフィンガーや、ヤコブ・ヘルマンと知り合った。1725年のサンクト・ペテルブルク科学アカデミー解説の際に、オイラーらと共に招かれ、会員となり、アカデミーで数学と歴史学の教授として働いた。1728年、ピョートル・二世がロシアのツアーリになったとき、 ゴルドバ派はその家庭教師となった。1742年、彼はロシア外務省に入省した。クリスティアーン・ゴルドバ派は、マルチリンガルであった。日記はドイツ語とラテン語で、手紙はドイツ語、ラテン語、フランス語、イタリア語で、公文書はロシア語、ドイツ語、ラテン語で書いた。1764年11月20日、モスクワで死亡した。 1742年のゴルトバッハからオイラーへの手紙。ゴルトバッハは、ライブニッツ、オイラー、ベルヌーイとの間で交わされた手紙。特に、後に、ゴールドバッハの予想と呼ばれる事項を記載した1742年のオイラーへの手紙で特に注目される。彼はまた、ゴールドバッハ・オイラーの定理などの類情数に関する、いくつかの定理を研究、証明し、 解析学において著しい貢献をした。その他、ゴールドバッハの定理と呼ばれるフェルマー数に関する結果を証明した。ありがとうございます。